皆さんどうも、タイガーです。お疲れ様です。ガッソでやっていきたいと思います。現在、強ピン2309と。はい。まあ、まだまだね、ソロの大会とかも先だと思います。まあ、タックの予選の結構早いのかな、ちょっと分かってないんですけど、まあ、まだ時間もあるし、やっちゃっていいよね、というわけで、ソロリーグやっていきたいと思います。もうね、今、現在が最高強ピンなので、勝てば勝つほど更新になりますね。頑張っていきましょうか。コストが重いんですけど、なんか面白そうだから行こうかな。大型2枚のコストは重いんですが、虹オークとエルフの相性ってすごいいい気がするんですよね。まあ、オークの裏技持ってないんで、今回ね、裏技の対象は剣士になりますね。どうなるかな。まあ、ひとまず打ちますか。大砲。一発撃って、こう、キラーベイ置いてあげて、はい。はい。あ、間に合わないかな、これ。あ、間に合わず、残念。まあ、でも相手も同じ数撃ったかな。ひとまず、よしとしますか。で、まさかの、ちょっとめんどくさいキャラ来ちゃいましたね。はい、ここはね、倒してもらって、さあ、いい感じにここ削ってほしいんですけど、やれますかね。はい。はい、そして、さあ、UFO で回収し、これでワンパンですね。まあ、ワンパンではあるんですけど、どうだろう。こう、奥行こうか。奥じゃなくて、あれ行こうか。はい。あー、コングがいるのね。はい。削ります、一応。はい。で、一応ね、あー、それもったいないなもう、ちょっとこれ勝てないですね。あのコング、今回抜けないんで、裏技もね、使ってあげたいんだけど、使えるところが、少ないな。まあ、レドラ行きますか。もうこれ時間的にも勝てないんで、もうレドラ行って、ブラドラ行って、弾いて。はい。ドローで、行きましょう。メテオ全然打たんな、お前。守りましょう。オッケー。というわけで、ドローっすね。裏何だったんだろう。わかんなかったな。はい、それではね、頑張りましょうか。お相手、ポセイドンリーダー。さっきのブルドラの方は裏なしかな。そんな気がするな。なんか裏にするキャラ出てきてないですよね。さあ、ポセイドンリーダー、しっかりね、キャラ数数えて頑張っていきましょう。ポセイ相手はやっぱゴレとか引けると、まあ楽なんですけど。オール進撃だけど、ポセイにナスはありなんだよな。ちょっと支援ダブルは怖いんですけど、いきます。キャラ数少なくて支援2枚が本当に怖いんですけど。本当は良くないんでしょうね。まあ、ヴィーナスでポセイドンをスキル封印入れられれば、なんとかならなくもないかな。さあ、しっかり2発撃って確実に取りましょう。はい。で、エルフ召喚して。さあ、そこ大事。さあ、ここ回されてもしょうがない。そこ回されるのか。そこはしゃーなし。それは聞いてない。ドン。さあ、渦潮避けはするけど、
ここも倒してもらうけど、倒してもらうけど、ネズミで圧かけて、パン出してくる？パンダ出してこない。取らないでほしいな、そこ。はい。あとワンパン？さあ来た。噂をすればやってきました。エイドで行きましょう。OK！ スキル封印は決まった。ただ、これ痛えな、こいつ。こいつがガチ痛え。剣士来い、剣士。こいつどうだ？あとどれだ？うん、やれると思う。さあパンダもだいぶ使わせるけど、キラービーも使わせたけど、どう？時間は？間に合う？間に合いそうな気がする。さあラストパンダ持ち上げてくれ。そうだ、天才だ。いい方強すぎる。はい、というわけでなんとかなりましたね。裏なんだこれ、ポセイドンブルドラガールズなんてある？はい、続いて頑張りましょうか。ちょっとあれだね、あの今キャラ数数えてはいたんだけど、口に出した方がいいわ。口に出して、今蜂の数とか、あ、5体だったよなぐらいだったから、ちょっと口に出そう、ちゃんと。それの方が確実だね。さてと、あー、いきますか。ちょっと迎撃弱めだけど、魔導にカマキリがいる。メタドラトレント、大技ちょっと怖い。まずエルフ、うん、危ない、取った。そしたらここ行って、なるほど、引っ張りづらいとは、引っ張りづらいとは、それはずるい。引っ張りづらいのにね、カマキリでエルフ初手で引っ張り上がった。さあ魔導頭前に行ったい。なるほど、そう来る。じゃあひとまずエルフ解消しようか。さあ UFO のあれもやって、やられるけど撃って倒せればよし。 OK、 ひとまずね、 OK。 それはカマキリ行こう。これでかいよ。さあそれの持ち合い、もう引っ張りプラスいいダメージ入ってる。でもメタドラ十分頑張ってるんで、もう仕事終わりです。トレンド行こうか。やべ、いらなかったトレンド、ミスったタイミング。さすがに死なないと思う、このマミーは一発じゃ。で、ここだね、問題は。取った !OK? 取った、そいつやってほしいんだけどな。やってくんないのかな。OK。とりあえずやれたね。え、回収できてねえんだけど。また持ってくの？おかしいじゃん、それ。確率おかしいんだけど、さっきから。持ってきづらいとか言って、めちゃめちゃ持ってくじゃん。これ、カマキリ一回切ろうか。あ、また口出すの忘れたわ。あ、スライムの数がわかんねえ、残り。スライムの残りの数がわかんねえ。よくねえな、マジで。あー、口出さなきゃダメだよ。入ったけど。すぐ忘れるわ、口に出すの。スライムの数分かんなかった、今。それではラストいきましょう。キャラ数を口に出しましょう。忘れるなと。いや、これすぐ忘れるんですよ、シャッフルすると。慣れなきゃいけないですけど、すぐ慣れるもんじゃないな。
足欲しいな。大型は2枠欲しい。いやー、迎撃は欲しいね。ちょっと不安だね。あー、もう行きますか。さあ、キャラ数。キャラ数、キャラ数。キャラ数、キャラ数。1体目数えられればね。だいぶ。楽になるんですけど。バサカ。バサカ2。虹だからね。6いるけど。バサカ2。取ったんだけど、マジ。バサカ2の、五分。バサカ2、五分、イフリート。バサカ3、イフリート2。イフリート2、バサカ3、五分2。リザ、終わった。バサカ五分、イフリート、リザ。これねー、リザーこれで 4? か、ミスった。いらねえこれ。ミスったな。9キャラ間違えた。回収。バサカ。取られんのしょうがないな、これ。このラインデスで行きたい。うん。ここ、これで行くか。本当はあんまね、行きたくないんだけど、こういうキャラ。しょうがないですね。スキル打ってくれればいいんだけど、まあ、倒せばいいか、とりあえず。5部は、3で行きましょう。これ。剣士さん。多分やれてると思う。入ってるね、ワンパン。で、あと、キメラが来るから、このキメラをサタガでやる。はい。そこやれる。OK。そしたら裏これ見ます。これでいい。勝ちましたね。はい。で、キャラ数が相手多すぎて剣士の裏出さなかったんだけど今まで。ちょ、リザーのキャラ数8体はちょっと数らなかったさ。多すぎる。ただ勝ちは確定。なんとかなりました。大型戦で火力を出してくるキャラ、相手がね、引いてなかったんで、まあ、特に心配なくデスキルだかなっていう感じですかね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。まあ、なんとかね、初戦はドローで、残りの3戦は勝ったんですけど、まあ、全部1だったというわけで、プラス3。まあ、なかなかね、ここまで来ると結構エグいですね。まあ、しょうがないですけど。自分の強 P 高くなっちゃったから。はい。まあ、でもこの先も頑張ります。勝てば勝つほど最高強 P 更新なんで、前回2309が最高強 P で、今回ので2312更新。そして、未だに最高強 P 更新中。頑張りましょう。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。